はじめまして、今回初めて参加させてもらいました大山アトムという名前で、美味しいです。あ、スルメ、キムチスルメ食べられた方はできれば拍手3回ぐらい。あ、どうもどうもありがとうございます。自分こんな声でいつもやるんですけども、出演者の山下さんの方でやったかね、瀬戸ちゃんの方で、松山千春かん絡みでお友達になったんですけども、この声で歌う松山千春、どんな方になるか。心休めの一人の旅は長い冬へと向かう北国、ここエリモの波打つ海に落とした涙が無駄になる、ついた昔を話しかけてもどんな答えが返ってこよう、ここへいいもの波打つ海に叫んだ言葉が無駄になる。できるものならせめて3年前なら、行くの時ならここエリモの波打つ海に握った拳が無駄になる。ここエリモの波打つ海に握った拳が無駄になる。ですか。ありがとうございます。皆さんキムチ頼んで食べてもうたみたいで、拍手、お決まりの拍手ありがとうございます。今やったんですけども、押せてもらいました。今日朝からなんとか入れてみましたけども、なかなか難しかったです。この声でやる松山千春も案外いいもんかなと思いながらやるんですけども、